おばんです。かっこです。今回はこちらのエブリーファームやっていこうと思います。最近リリースされたばかりのゲームとなっておりまして、農園系ほのぼのゲームらしいです。私の生活もほのぼのとしておりますが、ついにはゲームの中までもほのぼのやっていこうと思います。しかしながらこのゲームをねプレイをしながらどうやらお金が稼げるらしいということで、こちらのゲームにも私の生活の一部となってもらいたくプレイしていきたいと思います。それでは実際にやっていきましょう。ということで、私のプロフィールとしてユーザー名がっこで始めていきたいと思います。いらっしゃい。本当に久しぶり。戻ってきてくれて嬉しいよ。これで100人力だね。今まで忙しかった農業が友達が戻ってくることによって助かったと、そういう話か。新しい環境に戸惑ってるんでしょ。心配ないよ、私がいるから。まずは空いてる畑にタッチしてみて。おー、なるほど。これスライドスクロールして、この畑に矢印が空いてるのでここをタップしていきます。それじゃあショップでキャベツの種を選んでみよう。ショップではキャベツのような農作物以外に木や なんていうんだあれ畜舎まで揃っているから、忘れずに活用して。まずショップでじゃあキャベツを選んで、キャベツの種をどこに植えようかな。そうだ、日の当たりのいいあそこにしよう。ここに入れていく。で、種まきの乾燥はどう？下の完了ボタンを押して次の仕事をしよう。完了。で、作物は種をまくだけじゃなくて水をやらなくちゃいけないの。畑の上の水のアイコンを押してみて。分かりましたね。ほら、あとは待つだけだよ。キャベツの成長完了。早っ成長2秒。一緒に収穫してみよう。キャベツにタッチしたら収穫ができる。はいはいはい、これで収穫ができたと。とっても簡単ですね。収穫した生産品はすべて貯蔵庫に収められる。保存ができたか確認してみる。ここがチェストみたいな感じかな、倉庫ね。で、ここに、貯蔵品としてキャベツが保存されている。で、保存した生産品はここで販売もできるんだ。とりあえず他の作業をしに畑に戻ろう。そうだ、言い忘れていた。生産品を収穫したら XP 経験値が手に入るのかな。経験値が貯まるとレベルアップするってこと覚えておいてね。最後にマイハウスについてもう少しだけ説明するね。素敵になったマイハウスにもう一度タップしてみて。マイハウスには村の住民が勝手に住んでんの、怖っ。そこの顔アイコンにタッチ。結構住んでんね。ルームシェアにしても相当の人数だわ。家賃とか取ってんかね。村の住民や服装はここで管理服装まで管理してんの、ちょっと半分奴隷なチュートリアル完了おめでとう。なんか茂み、なんかあの赤い実の茂みとかありますよね。なんかよく子供の頃あのちょっと酸っぱいあの実なんか取って食ってたわ。遅かったじゃないか。まあ寝坊は若者の特権だからな。年を取るともっと寝たくても目が覚めてしまうんだ。はっ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 は。ショップにはこの家だったりとか、この野菜はもちろん、この家畜系のこの小屋だったり、拡張機能があると。ああ、やり込み要素結構ありますね。これだいぶ作られてる、面白い。これ多分動物の森とか好きな人は絶対ハマるなこれ。ということで、小麦とキャベツを植えました。で、あとは水やりをして待ちかな。あ、20秒でできんの、早いね。おお、もう収穫できそう。早っレベルアップ。ということで、まずさっきのキャベツを与えていきの、まあ、小麦でパンも作っていきましょう。ということで、ベンチをですねパン屋の隣に寄せて、まあ、パンをその場で食べてもらうスタイルにしときながら、まあチュートリアルでいただいたこの茂みだったり、さっきレベルで上がったこの畑を増築しときました。まあここでさらにね新しい農作物を増やしてレベルを上げて、まあ、快適な環境を作っていく、それを目指してやっていきたいと思います。町にはねこの今3人レナとドリスとトムがいるらしい。ドリス、車のついたものなら何でも、村の楽しい助言者、若かりし頃は盗んだバイクで走り出す。収穫できそうですね。収穫しました。これをまたさらに与えて製造をして販売してレベルを上げて、これを繰り返して徐々にこの
まあ、村と呼んでいいのか分かんないんですけど、ここを充実させていく。お、リンゴも取れる。いいですね。まあとりあえずこれの繰り返しっぽい感じがするので、レベルを上げてからまた皆さんにお見せできたらなと思っております。それではスケープ。はい、あれから約2時間ぐらい経ちました。それでですね、まあレベルが11レベルとなっておりまして、もう畑というよりはもうなんだろう、工業都市みたいな感じに、牛乳、パン、バターにトマト、ケチャップ、リンゴの酢、いちごミルク、卵にオレンジジュースまで取れるようになりました。なんかもう畑の量より工場の方多いんじゃねってレベルになっております。そしていろいろ調べていくうちに、このレストラン、これさ建設してくださいって書いてるんですけど、35レベルからレストランが作れるようになるらしいんです。でこのレストランでこのハートを多分なんですけど作るんですよね。ハートを200個作って、そしてこのトークン1個と交換できるらしいんです。でこのトークンが仮想通貨になってるので、プレイトゥーアン稼ぐことができるようになってるそうです。で結局これどうやってレベルとか上げていくんだ、攻略していくんだって話なんですけど、これ左にクエストがあります。でこのクエスト、住人が要望を私に出してくるんですね。でそれに対して答えてあげる。今回の場合だったらマイハウスを3段階にアップグレードということで、これ5を押して、これを1000ゴールド払ってアップグレードする。これによって、まあ、クエストが達成ってことでフィニッシュマークがつきます。でこれでゲットリワードで、これで経験値ですねをゲットすることができますので、まあ、これを何度も何度も何度もこんな感じでね、もう延々にぐるぐる回していく感じで、左上のレベル11というところから35レベルにしていこうと思います。はい、ゲームをプレイしてから1日経ちました。1日プレイした私の街はこちら。もうゴミ屋敷ひどいね。もう手前に工場で、手前にもう一個畑は持ってきたんですけど、奥側がもうさ、もう雑草の中に車があって、もうボロボロの家にしか見えない廃墟の家。これはもう街づくりの人の村長のセンスが大事になってきますね。で1日やってみて、これレベル17までなりました。これね、レベル15、16かなあたりからめちゃくちゃきつい、レベル上げるのが。なんでレベル上げるのが一気に難しくなったかと言いますと、このクエストがね本当にできなくなってきた、ね、クエストがね全然できないんですよ。こうやってクエストクリアすると 615XP って言って、経験値が615とかってもらえるんですよ。ただこういうのない時って一個一個こう収穫して経験値もらっていくんですね。今例えばリンゴを収穫して、左上プラス2かな経験値もらいました。でこんな感じで6300プラス2で6300を経験値回していく感じになるんで、これ3000回繰り返すみたいな、そういう感じになってます。はい、ということでエブリファム1日プレイしたところで17レベルまでは上げることはできましたが、お金を稼ぐというところまではすみません、まだいけませんでした。実際35レベルまでいかないと稼ぎが多分できないということで、今後も引き続きやってみようと思います。で私が1日やってみて良かったなって思ったところ、悪かったな、気になるなってところ、ちょっとまとめてみましたのでお話ししたいと思います。まず良かったなって思うところは、まず無料でできるってところですね。簡単に気軽にやれます。そして2番目はこのゲーム性の高さにいいなって思っております。この街づくりであったりとか、ただ単純にこの工場を作って畑を耕して終わりだけじゃなくて、これにプラスこのエコシステム、このエコシステムっていうのは、この草だったりとか、自動車を置いたりして、あくまでも街をきれいにする素敵な街づくりっていうのがまた一つの目標にもなっているので、このゲームの深さだったりその面白さを引き立ててくれるシステムになっているかなと思っております。3つ目、キャラクターの可愛さ、ビジュアル、イラストのデザインであったりとか、会話の楽しさがいいなと思っております。例えばこうやってクエストの時にこうトムが、ああもっと工場を建てなきゃいけないのにとか、またレベルを上げた時にキャラクターが出てきて話しかけてくれたりとか、そういう会話を楽しむっていうのも面白いなって思っております。そして、気になる点というのはですね、こちらも3つほどあります。1つ目、やっぱり手間がかかります。めちゃくちゃこの何十分おきに玉ねぎを回収してとか、卵を作ってとか、小麦を作ってとか、
っていうのがあるので、で実際にすぐに稼ぐっていうのはやっぱり難しい。私が1日やってみてもやっぱり17レベルまでにしかいかなかったので、レベル35まで行くっていうのは相当時間がかかると思っております。そして2つ目、このゲーム私昨日ほぼ1日中張り付いてやっていました。なのでやっぱりメインのスマホをねこれに使うと、もうずっとこれやってるせいで他のこと全くできないんですよね。タイタンハンターズであったりとか、そういう他のゲームが全くできないので、もう一個のサブのスマホを使いました。私のね、Android のスマホ、ちょっとミドルスペックなため、まあそんなに高スペックじゃないので、どうなのかなって思ってやってみたんですけれども、これがね、すっごいもっさり、多分綺麗なビジュアル、そして同時にその玉ねぎ回収とか、卵を回収とかっていうのが相当スマホに負担がかかる。ミドルスペックはまだギリギリできると思うんですけど、それより低いスペックってなると厳しいのかなって思っております。三つ目、これに関してはちょっと、気になる点っていうか、もう三角マークなんですけど、やめ時がないんですよね。誰かを倒すとか何かをクリアするっていうのがそんなないので、延々にできてしまう。例えばなんですけど、キャベツとか小麦に関しては30秒とか1分以内でもう収穫ができてしまうので、もう延々にこのゲームやれてしまうんですよね。なのでもう時間がすごい取られる。以上3点となっております。まあいい点、悪い点、気になる点、まあ合計で6個ですかね、上げていきました。まあ今後もレベル35になってどのぐらい稼げるかっていうのは私実験してやってみたいと思っております。皆さんも簡単にできますので、エブリーファーム、まあ、まったりしたい人いかがでしょうか。ツイッターとか見てみるとね、すごい綺麗な街づくりしている人とかもいたので、まあ、ああいうの見るといいな、羨ましいななんて思ったりしております。私も今後このゴミ屋敷から綺麗な街づくり頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。